キャプテン堂原、高いボールがポーターへ、ワンタッチパスですがここは読んでいた詰めた、プッシュ、そして池田のレイアップシュート、相手に代わって入ったこの池田がまず得点。その前には谷がいます。池田がゆったりと見て自らスリーポイントシュートを投じました。西宮のポゼッション、渡辺緩急つけていく、モンゴメリーブロックショット、ここは封じていきました。さあスピードあるデイビス、コースト2コースト、レイアップシュートを決めてみせました。点差を広げます。デイビス戻して、今度は池田のスリーポイントシュート、今日2本目。今度はゆっくりと持ち上がります。デイビスです。デビスアタック、ファールはありません。13番のキャプテン堂原とともに今日で299試合目です。アタック、池田3点プレーになるでしょうか。エンドワンゲット、池田、横にはモンゴメリーがいます。さあそのモンゴメリーで回り込んでシュートが決まった、12点目。さあダブルスコアになります。ここはこの池田以外でも得点を奪っていきたい、そんな思いを込めて常田のアタック。第1クォーター終了時点では2ポイントシュートの成功率が 10% だった青森、拾い直して池田、逆サイドへ、福田からデイビス、デイビス対ハミルトン、動き機敏、強い気持ちを得点に結びつけます。今のプレー、軽やかなステップを踏んでスペースを作り出して押し込んでいきました。さあ内はアタック、ジャンパーですが、ここがブロックショット見せたデイビス、さすがブロックを、そして常田のスリーポイントシュート、ミシュースロー2本、そしてここも池田のプッシュ、ほぼオープンで打たせた。モンゴメリー2人に囲まれてパスを受けて、池田からデイビスのスリーポイントシュート、大きく湧き上がる。池田がプッシュ、池田が広い視野からパス、モンゴメリー受けてバックショットを決めてみせた。コーナー3は下山大地、大きく弾んで福田真央、外へ出してデイビスのスリーポイントシュート、ボールをもらって池田、モンゴメリーがアタック、強引に行ってリバウンド争い、自らカップシュート、ハミルトンです。前にはデイビス、川島がボールをもらいに来た、川島がフェイクを入れて体を当ててアレックスを相手にしてブロックショット、デイビス、モンゴメリーがデイビスへ。さあ第3クォーター50秒切ります。デイビスからモンゴメリーのスリーポイントシュート、今日デビュー戦のシュートですが、ここはこぼれました。モンゴメリーレイアップ、パワーテクニックを見せていきます。デイビスの前にはポーターがいます。ボールもらって東海林だ、東海林のスリーポイントシュート、特別指定選手。さあこの流れ、穴が痛い青森、東海林回して内田のコーナースリー、美しく吸い込まれました。どんどん見せていきたいところです。佐藤から常田に戻る、さあ常田のアタック、拾って佐藤のシュートが決まった。先ほど得点をマークしました。特別選手が2人入っている青森です。寺島仕切り直してスリーポイントシュート、明日へもつながる、その勢いをもたらしたいところ。対して青森ラッツ、若い力が躍動、佐藤大輔自ら拾って自ら打つエンドワン。しっかりキープ、東海林自らヒテルイアップ、当たりを見ながら冷静に決めてみせました。